ドルフ・マキシュミリアン・シーベルトは、スウェーデンの物理学者。放射線が人体に与える影響についての研究で知られ、特に放射線防護について大きな功績を残した。その功績によって、国際土量構想会は1979年に、被爆線量等量の単位として、シーベルトを定義した。研究室にて、スウェーデンのストッカホルム出身。起業家、 マックス・シーベルトの子として生まれる。1914年から1915年にカロリンスカ研究所で学び、1915年から1916年は王立技術研究所に所属、1919年にウプサラ大学入学し、理学修士号を取得。1932年に博士号を取得し、同年ストックホルム大学准教授となった。 資材を投じて解説したラジウムヘメット物理実験室で放射線測定装置の開発、放射線管理と防護を先導し、1924年から1937年までスウェーデン国立放射線防護研究所の初代所長を務め、1941年にカロリンスカ研究所放射線物理教授に就任した。1928年の 国際放射線防護委員会の設立当初から委員を務め、1958年から1962年の間は委員長を務めた。1958年から1960年の間は原子放射線の影響に関する国連科学委員会委員長も務めた。その他、放射線測定機シーベルトチャンバーを開発し、また1941年のスウェーデンでの 放射線防護法の制定に尽力した。ありがとうございます。